皆さんこんにちは、マーチです。バイエルおじさんです。ここ山梨県清里の萌木の村オルゴール館ホールオブホールズスタジオネッタに来ております。はい、今日はここからお送りいたします。はい、44番でございます。はい、今までね、この辺りでやってましたけども、これよりももう1オクターブ上で、ね、やっていきます。この辺りでね、はい、なのでご家庭でやるときも少し、椅子を右にずらしてやるといいかもしれません。はい、はい、じゃあ通します。いきます。これドンタ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 ンっていうのが途中で出てくるんですが、この8分音符に合わせてスタートするといいでしょうね。トントン、このぐらいなら弾けるかな、確かめた上で1、2、3と4と、まずは全音符2、3、4と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 2、3、4、1、2、3、今度は二分音符になります。1と2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 と4、2と4、2、今度は四分音符、数えると同じ、8分音符、これを4往復やります。はい、3回目、4回目、四分音符になります。二分音符です。ドにまで伸ばします。ドシとドにとドシとドにとシとにとドシと、はい、全音符2、3、4、ここまで伸ばします。2、3、4と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 2、3、4、今度はドミになります。ドミド、今度はまたドミなんだけども、ドが3つになります。ド、サン、ド、あとはドミソミド、うん、2、3、4と、はい、今までの曲の中で一番長いんじゃないかな、ね、でこれずっと今、聞いてると長いなって多分思うかもしれないですね。その長いなっていうのがそれしか浮かばなかったんだけどね、題名お風呂でゆったりという題名をつけてあります、ね、はい、でこれね基本的には
ドレミファソファミレっていう風にドをやってレに行ってミに行ってファに行ってって、もう右手も左手も右に一つずつ移動、左に移動、一つずつ移動しながら帰ってくるって、これが基本動作なのね。で最後だけ一つ飛びのミーってのがあって、でこれを今度三つ伸ばしてっていうのがバリエーションで加わってくるんだけどね。で、あとはドミソミド。で、あ、これはもう聞けば多分わかると思うので、そのまんま、にしておきますね、これ以上掘り下げないでおきますね。で、これには連弾の楽譜がついております。先生と連弾する、お友達と連弾する、ね、そういうことができるようになってますので、はい、今のテンポのまま、下のパートを今度は弾いていきます。ね、これに合わせてやっていくといいでしょう。はい、下はこんな感じになります。はい、皆様は、ね、こことここですよ。ね、はい、ね、このあたり、このあたりの高さ。はい、真ん中の音よりも1オクターブ上が左手、2オクターブ上、もうさらに上が、ね、右手になります。いきますね。はい、どのくらいでやったっけ。1、2、トンタンパンパンパン、だから1、2、3と4、はい、いかがでしたでしょうか、ね、これをちょっと大きめの音量で鳴らしていただいて、私と合わせるっていう楽しみもね、味わってみてください。このセカンド、今弾いたセカンドはずっと8分音符が流れてますから、多分、全音符を伸ばす時も分かりやすくなるんではないかなと思います。はい、この章で、この章でじゃないね、この回、この曲で
オクターブという記号が出てきます。でオクターブという言葉も出てきます、ね、オクターブというのは同じド同士のお隣同士をオクターブと言います、はい、ここから始めて一つお隣を1オクターブ、二つお隣を2オクターブ、ね、で音が上がっているので1オクターブ上、2オクターブ上と言います。逆に音が下がるので1オクターブ下、2オクターブ下ということになります、はい。このピアノ、全世界ほとんどのピアノが88件ですけども、これは何オクターブあるかというとご存知ですか、ね、7オクターブ4分の1あるんですね。はい、それでは、45番でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。